こんにちは。今日はね、自家製のチャーシューを使って、チャーシュー丼を作ってみようと思います。自家製ならではのね、味わいがあります。チャーシューさえ、できてればね、もう本当にあっという間にできちゃうような、お料理ですけどもね、今日はぜひ、そんなのを味わってみたいなと思います。ほんならいこみやか。はい、ではね、材料の説明をしていきます。こちらね、焼き上げた自家製のチャーシューですね。あとは卵を黄身だけですけどもね使います。それとこちらが、刻みネギ、こうやって売ってますんでね、サクッと今日は作っちゃいましょう。あとはキャベツですね、これは千切りにしておきます。はい、ではね、丼の付け合わせって言いますかね、なんか一緒に盛り込むためにキャベツの千切りを作っていこうと思います。こんだけちっちゃくなっちゃったらね、ザンとこう切って端から、千切りにしてってもいいんですけども、ちょっとね今日は千切りの仕方も紹介したいので、1枚ずつ剥がして使いますね。葉っぱ大きいところだったらね、今日1枚もあれば十分だと思いますよ。はい、こういった芯がありますよね。ここはちょっと取り除いていきましょう。こう2つに切るような感覚でね。でこちらもちょっとこれも立派なキャベツな部分ですから、これね、煮るとね甘みが出て美味しいんですよ。味噌汁かなんかのね具に入れ刻んで入れてあげるといいかもしれないですね。はい、ではね、合わせていくんですけども、このこういうふうに、繊維っていうか、葉脈なのかな、入ってますよね。これに対して垂直に切りたいので、まずその繊維を合わせていきます。こんな感じになると思いますね。であとはくるくるっと少し丸めていただいて、よいしょ、こんな感じですね。あまりギュッてやっちゃうと、ね、ちぎれてしまいますからね、そーっと押さえるようにして、であとはもう、小口からこう順番にね、切っていけばいいです。はい、こんな感じですね。でこれを、ザルにあげて、水にさらしてあげるわけですね。はい、次はね、この、チャーシューですね、これを切っていきます。はい、ちょっとこれ薄すぎましたね。厚からず薄からず、そうですね、1ミリから2ミリぐらいかな、そんな感じで、切っていきましょう。はい、ではね、盛り付けに行こうと思います。はい、まずねご飯に、タレですね。いいでしょう、これをね回しかけて、あんまりたっぷりやっちゃうとシャバシャバになってしまいますからね、適量して、そこに、水にさらしておいたこのキャベツの千切りですね。そしてチャーシューを並べていきます。チャーシューたっぷりですね、これね。はい、あとはですね、上からもね、タレをチャーシューめがけてかけて
で、ちょっとわざとねここ真ん中にあのくぼみを作っといたんですが、ここへ、卵の黄身を入れましょう。はい、そして、カップのネギですね、こちらを添えていただいて、あとは紅生姜がよく合うと思うんですね。あの材料の説明で言ってなかったですけど、紅生姜も添えておきましょう。もうちょっとかな。はい、ではねこれでチャーシュー丼の完成です。こんな感じですね。はい、じゃあね、早速食べてみたいと思います。まずはね身を潰して、うわー、いやー美味しそう。ちょっと見えるかなこれ。よいしょ、こんな感じですよ。はい、美味しそうにできてます。はい、じゃあね、まずは一口。うん、これもうめっちゃめちゃ目当てだわ。すごい、あの黄身のね濃厚さとね、あのタレがほらちょっと甘めにしてあるじゃないですか。この辛みがねすごい、めちゃくちゃ美味しいなこれ。うん、ちょっと箸休め的にね、このうん、口の中さっぱりしてね、また最初の一口目の感動がね蘇ってきますよこれ。うん、いやーこれ、うん、ちょっと薄めに、スライスしたチャーシューがね、ご飯が熱々なのでそれに温められてちょっとねより一層柔らかいんですよこれ。もう歯いらないんじゃないかなこれ。めちゃくちゃ美味しいなこれ。うん、美味しいもん食べてるときって幸せですよね。いやー、うん、うまいかん。どういうふうねこれ。うん、あ、全部食べてもらった。いや、本当にねこれ美味しいですよ。いや、実はあの味変しようと思ってね、この一味唐辛子用意しといたんですけど、もうそれかける間もなく全部食べちゃった。夢中になる美味しさですよこれ。はい、チャーシューはね焼くのが面倒かもしれないですけど、時間がかかりますからね。
この丼にする分にはね、ものすごい、短時間でできます。キャベツの千切りだって今あの、スーパーでね、洗わずに使えますっていうやつ売ってますし、そういうの使うともう5分もあれば十分できるような、今日の料理ですんでね、ぜひ皆さんも、召し上がってみてください。今日も、ご視聴ありがとうございました。